セガ。ミクだよと一緒だよ。始まるよ。
はお寿司も好きなの？あ、お姉さんお腹いっぱいだから遠慮しときます。とにかくミクだよはお寿司が好きみたい。みんなどこかでミクだよに会ったらお寿司おごってあげてね。ミクだよスイッチ。ダメダメだったね。まあいっか、楽しそうだから。それじゃあ次回も絶対見てね。
みんな元気？肉だよと一緒だよの実感だよ。ところで肉だよはおしゃれとか気にする方？だよね、お姉さんもおしゃれ大好き。最近はコスプレにもハマってるんだ。肉だよはどんな服持ってるの？もしかしてそれ一着だけ？ずっとそれだけ？そっか、まあお気に入りならいいんじゃないかな。お仕事ミクだよ。全て収録されて総数は100着以上。もちろんスペシャルコスチュームもあるから自分の好きなお洋服を見つけちゃおう。さらに新システム服だけチェンジでネンドロイドみたいにボディ部分を着せ替えたり、他のキャラクターの服を借りてきたり、カスタマイズも無限大。着せ替えしたキャラは友達と交換できるプロフィールカードにも反映されちゃいます。すごいでしょ。これなら同じキャラクターで何度でも楽しめちゃうよね。あれ、もしかしてオープニング引きずってるの？お仕事ミクだよ。コスプレして遊んじゃおう。じゃじゃん。今回は私のコスプレグッズ秘蔵コレクションを持ってきちゃいました。ミクだよもコスプレしてイメチェンしよう。これで新しい自分見つかるかもしれないよ。それではコスプレで新しく生まれ変わったミクだよに登場してもらいましょう。どうぞ。あ、すごい、ちゃんと着れたんだ。意外。でもそのコスチューム伸びちゃって台無しだけど、まあミクだよ元気になったしいっか。お仕事ミクだよ。遠慮しないで食べちゃえば。あ、小さすぎて取れないのか。あ、じゃあこれ食べときなよ。はい。あ、
そうそう、言い忘れてたけど、ミクだよと一緒だよ、今回が最終回だから。